最初はただの憧れだったんだ。はい、第3部隊に所属された皆様こんにちは。私がこの部隊の長をしている天野江宝日本人よ、よろしく。あなたが幹部候補のラディウス、ルーメン君ね、何か趣味はあるの？最初は強さに憧れた、立ち振る舞いに憧れた、美貌に憧れた、遠い存在と思えるほど彼女は美しく、尊かった。あまたの武術流派をたしなんでおります。この時の俺はまっすぐだった、とにかく前に進むことが信念だった、主位も前に進めるためのもの、すべてが前に進むための力にする、そうしなければきっとこの世界では置いていかれる、そう考えて疑わなかった。だけど彼女は俺に新しい価値観を与えてくれた。つまんないわね。子供の塾じゃないんだからもっと健全な趣味にしなさいよ。そうね、大人なら健全なユリか BL にでも興味持ったらどう？BL、なんですか、それ。彼女は俺に知らない世界を見せた。普通にしていたらおそらくたどり着かないであろう主人の世界。よくわかりませんが、ユリなら。花ならまだなんとか。やっぱり男ね、でも女性を花だなんて幻想を抱きすぎよ。英国紳士ってやつ、母国だったわよね。実際に見たことないからあれだけど。じゃまあ、ラディウス君、君は週明けに趣味の進捗を私に報告するように、仕事同様妥協は許さないわ。何事にも全力、無駄だと思うことにも全力、いいわね。最初は何言ってるか全くわからなかった。だけど次から次へと主位への進捗状況を聞いてくるため俺自身手を緩めるわけにはいかなかった。後に調べたら自分の想像していたものとは全然違っていた。実際は女性と女性が濃密に絡み合っている恋愛からアダルトまであるジャンルだった。想像以上にハマってしまっていた自分に驚いた。何も言わなくてもわかる。この短期間であまたの戦場を見てきたのね。面構えが違う。今やもう女性二人が歩いていたら妄想が止まりません。若い子は成長が早い。センスあるわよ。こうして仕事も無駄と思える主意も全力で挑むようになった。だが結果、俺は常に頑張っていた時とは比べ物にならないほど成長できた。それは無駄と思える主意が自分自身へのご褒美となっていたからだ。人は心身ともに馬鹿になる時間が必要だと知った。入隊から数年、俺は順風満帆だった。実力も身につき、副隊長に就任し、WCDG でも今まで勝てなかったアランに勝ち、世界ベスト8という実績も手に入れ自信に満ちていた。仕事もミスなく難しい任務も全て成功を収めた。そこから防衛軍からの信頼も強く得た。波に乗っていた。あ、天野江隊長、コミケで会うなんて気分ですね。有給が同じなんで怪しいとは思ってましたけど。静かに、今から撮影会よ。1コンマも見逃せないわ。主位ももちろん順調だった。むしろ自分の生活の一部となっていた。この人についていって正解だった。そう思った。戦利品はゲットできました。隊長室でじっくり読むわ。このために働いていると言っても過言ではないからね。それはまずいでしょ。薄いのでカバーでごまかそうにも。ごまかす。普通に机に置いておくわよ。面倒なことは嫌いなの。さすが、堂々としてる。覚えておきなさい。真に器が大きい人間は相手からの評価を気にしないし、相手の趣味をバカにしたり見下さない人。つまり私の趣味で私を分かった気でいる気の小さい人間はそもそも私は出世なんてさせない。そんな器の小さい人間の下につく子たちがかわいそうじゃない。あと、内容が、とかいろんな理由をこじつけるやつもダメね。そういうやつは自分が嫌ってだけで他の界隈を一切認めない許容が足りないやつだもの。上には絶対に上げさせない。そういう意味ではあなたは満点。趣味に多少抵抗はあったとしても許容し、理解する。そして私が思った以上に没頭して、それを成功につなげている。誇らしいわ。褒めすぎですよ。実際は私にも素質があっただけです。それでもよ、分かっていても実践できる人は少ない。固いだけでなくバカな一面を持つ男性は魅力的なものよ。では私は魅力的な男性に見えますか？自信持ちなさい。私が保証してあげるわ。俺は恋をした。きっと相手にそんな気はない。だけど仕事とは違う物腰が柔らかい笑顔。それがすごく可愛くて見とれていた。天野江隊長ってどんな男性がタイプなんですか？そうね、最近はね、御曹司とか若手社長とかなんとてオフィスラブが熱い。上司と部下、男同士という禁断の甘い蜜、バレるわけにはいかない。そんなドキドキ、たまらなくない？ BL ではなく天野江隊長自身の話です。そうねー、私よりも強くて、器が広くて、メリハリがしっかりしてて、あとは男らしい人。野草とか装飾系はなしね。こんな趣味だから別にオタクは全然ありなんだけど、なよなよしてたり優柔不断だとムカつくのよね。まあ、まずは私よりも強いこと、これが最低条件。あくまで恋愛は乙女でいたいからね。自分より弱いとか論外だわ。この人が未だに男っ気なしの独身理由がわかった。ハードルがバカ高いんだ。この人より強い男なんてそうそういない。でも俺がこの人よりも強くなれば、俺を特別として見てくれるのかな。
そして俺はいつもより努力を積み重ねた、仕事で実績を出し、WCDG という強さを証明する舞台で天野へ体調を下し、そして認めてもらって、お付き合いをするんだ。3年後、WCDG を第4回を迎えた日、俺は準々決勝で月読み隊長に負けた、でも足も出なかった。負けたことも当然悔しい、だがそこじゃない、俺は全然強くなっていなかった。技をいくら磨いても基礎を磨いても結果それらを活かせる術がなかった。つまり臨機応変な対応力と応用力、判断力という根本的なところが成長の妨げになっていたんだ。少しでも直感が良かったり、発想力と行動する度胸があれば俺ももっと突く読み隊長に抗えた。でもなすすべなく得意のスピードすら赤子の相手をしているかのようにたやすく。これじゃダメだ、もっと根本的な何かを変えないと。そう思った時、おじの死を思い出したんだ。俺の地元、イギリスにある悪神兄弟聖堂、代々から主位派が悪神教だった俺は穏健派総本山であるここに足を運んだ。そうすればおじの死について、司教として何を成し得ていたのか、それを知り、その上で悪魔の力を得ようとしていたからだ。そしてこの悪神兄弟聖堂を統括しているのは穏健派筆頭、そして悪神教式翼大司教だ。迷える運命の旅人、ラディウス、ルーメン、本日はどのようなご用件で。2年前にと現れ、過激派の元色欲大司教を撃破し、少数派だった穏健派に力を与えたもの、初めて目にしたが、異質そのもの、いや場違いと言ってもいい。33番ダープの司教は何の役割を担っていたのか、教えていただけないでしょうか。知らないのだけど、そもそも我が主様の消息を調べるためにここにいるだけなのに、適当に答えておこう。ダープの司教は少数派だった穏健派の唯一の君主、もし祖父の後を継ぐ意志があるのであれば、祖父と同様災いではなく、真の救いを与えるのです。悪魔は使い道を誤る者が後を絶たないから人が身勝手に、悪魔、と忌み嫌ってきた。ラディウス、間違ってはいけません。悪魔の力は使い方次第では役にも毒にもなります。それはどの宗派の神も同じ。天命を授ける神もいれば天才を呼ぶ神もいる。これらと悪魔、その違いに大差などありません。争う必要など本来ないのです。信じたいものを信じ、救われたいものに救われればいい。本来あるべき恩恵をあなたが継ぐのです。勇敢なるベルディア、ルーメン元司教のように。聞いただけなのになぜ自分が司教になる話になったのかはわからなかった。だけど、この言葉と恩恵派にいることであるというご自分に立たなくても自分の正義が成り立つのではないかとこの時の俺は信じた。考えさせてください。決心がついたとき、そのときはガープ様の恩恵、ありがたく授からせていただきたいと思います。私、そういうこと全然できないし、ガープとか顔も気配も感じたことないから知らないのだけど。いいえ、あなたが心の底から受け入れたとき、恩恵はガープ自ら授けるでしょう。多分、勘だけど、そもそも下級悪魔の心理はわからないし。俺はイギリスを後にした、ガープの伝承を調べておく必要と、もし悪神教の力を使う場合の策を考える必要があった。俺にはまだ強くなる可能性がある、諦めたくない。そしてその直後、世界テロが起きた。それが原因で一度は悪神教の件は忘れていたが、悪魔の力を得ようとしたきっかけ、遠からずやってきた。ラウダー、オッフェンス、こいつの強さと、俺を倒した司教、この二人の強さが、無残に敗北した俺にとって悪魔の力を手に入れる最後のトリガーとなった。もう負けるのは嫌だ、俺に力を。くぜ。俺は33番、ガープの司教、軍師、ラディウス、ルーメンという新たな地位を手に入れた。俺は穏健派の軍師、自分は正義、正義でなければ彼女の隣になんて立てない、胸を張って立つために俺はこの力の使い方を間違えない。俺が世界を変えます、あなたが求める真の平穏のために、そのための力だ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。
それじゃあ次回も、お楽しみに。